1週間、1ヶ月、10年、100年、1000年。時間が随分経ったように感じたけれど、実際は10分とか100分だったかもしれない。ジュンは思う。ジュンは考える。春に会いに行かなければと。ていうか、ここはどこなの？どうしたの？熱さがして。え？は？は？あーもう。春。春。
春、聞こえますか？聞いてほしい曲があります。君と歌いたい曲がある。それはこんな曲で、オープンリールの向こう側、君は聞いているのかな。このメロディーが過去も未来も声、君に口ずさっていてほしい。過去現在未来間違い探しみたいに、少しずつ街並みがシャッフルして、次第にパウス、ニジョイタイム、タワーレコードのベンチ、バナレコ、ドナテロ、みんなどこか行っちゃったけど、変わらないものもある。100年前からあるこのパーク、目の奥に秘めたこのワクワク、満足感も相変わらずバーク、数を埋めずに輪島のだんだんリビンレジェンダー、そこらでハンガーウィルシャイウィルシャイブー、 City in the park waiting for you。 口ずさむポップミュージック、終わらないストーリー、ポップミュージック、始まるストーリー、ポップミュージック、終わらないストーリー。プロローグ。100年前からあるその公園を語るには桜の季節は外せない。だからその物語は桜のシーンで終わらせたい。自転車に乗る吉永純が
数年前の公園での出来事を思い出すシーンである。物語はこうして終わる。Thank you.